さあ、どうも皆さん、こんにちは。今日は、ちょっとね、今日はあそこ行ったんだよ。あれ、車バイク、はい。今日ね、あそこ行ったんで、山田電機。山田電機行ってね、まあ、なんか別になんか死んだわけじゃないけど、なんかないかなーと思ってたらね、何ちゃちゃ怖いから。さあ、今日山田電機でね、ちょっとね、いいものっていうか、なんかちょっと何これと思ったもんがあったんでね、買ってきたんで、こちらです。レンジで楽うまラーメンだよ。ラーメンレンジでできるのってどうなの。ちなみにこれね、山田電機でね、処分品かなんかでね、ワゴンセルってあるじゃん。いや、ご飯じゃないから、ちゃちゃにゃんじゃないの、君の食べ物じゃないから。ワゴンセル600円で買ってきました。さあ、レンジで、じゃあいつもね、インスタントラーメンって鍋使うとめんどくさいでしょ、洗うのが。とてつもなくめんどくさい。だから、ちょっとね、楽しようって。だからさ、まあ、食い物じゃねえっちゅうの。まあ、いやしいな。まあ、食い物だと思ってんだろ。あっち行けよ。っていうか、普通のさ、ただのさ、器やん。え、別になんか普通の、ほら、これ何？上の蓋？ただのプラスチックの蓋だよ。え、こんな感じ。え、待って、これさ、別にさ、ちょ、まあ、買ってから言うのもあれだけどさ、これじゃなくてもできるんじゃないの、別に。普通のラーメンの皿にラーメン入れて、レンジ入れたらできるんじゃないかな？できないのかな？わかんないけど、ちょっと。だってプラスチックだよ、これ。え、何これ、なんか特殊じゃなくて、ただのプラスチックやん。はい、容量としてはね、なんか、容器の下のラインまで水またはお湯入れます。下のライン？これか、500ml だっすか。麺を入れます。野菜を入れる際、細かく切って麺の上に均一に押してください。水入れて、麺入れて、野菜入れて、こうして、レンジに入れろよってことね。ちょっといいかな？ちゃちゃさん。ちょっといいですか？ちょっといいですか？ちょっと邪魔しないでもらっていい？水からの場合7分、お湯からの場合3分。7分でできるの？ちょっとやってみますか。じゃあこちら実際にやってみたいと思います。さあ、それではまあ器はこんな感じになって、ここにね、蓋があるんだけども、ちょっとラーメン入れてみますか、ここに。はい、今回使うのはトップバリューのね、前紹介したトップバリューの塩ラーメンです。こうかな。ほんとかいな。もやしたっぷり。でももやしってさ、火通りすぎるんじゃないかな、レンジ入れたら。これどうなんだろう。もやしたっぷり入れて。やばい、野菜がもやししかない。なんか寂しくね。ネギある。ちょっとネギ、はい、ネギ入れます。いや、このままじゃないよ。ちょっと包丁ないから、もうハサミで切るよ。ちょっとハサミチョキチョキチョキ作って遊ぼうみたいな感じ。これハサミチョキチョキ、はい、ネギどんなやり方やねん、これ。ハサミでネギ切って、なんか雑いな、これ。やっべえな、この切り方初めてネギハサミで切ったなんかあと、このままだとなんか、あ、違う、先に汁入れなあかんのじゃん。段取り悪いな、ほんとに。水を先に入れるんだよ、水を。で、ちょっとこれもこれなんか寂しいから、卵入れよう。卵ここに入れよう。これでいいんじゃね。これだけでいいの？ほんとかよ、これでいいの？はい、こんな感じ。さあ、レンジに。さあ、7分って書いてあったので、中に入れて7分。さあ、あと30秒ほどなんですが、なんかそんなにね、ブクブクしてる感じじゃないね。沸騰してるっていう感じじゃないね。あ、でもなんかいい匂いする。匂いはね、一番いい匂いする。さあ、できたか。え、あ、結構あっちいな、これ。あ、熱い。わ、すげえ。待って、すごい。さあ、ちょっと待って、いくよ、開けるよ。ほら、普通にうまそうじゃね。なんか普通にうまそうじゃね。で、そしたらこの粉末スープね、入れるんだよね、これを。え、どうやって混ぜるの。これでいいのかな。これラーメンじゃん、これ。やば、普通にラーメンやん。待って、すげえ、これ。完成いたしました、塩ラーメン。どう？うまそうじゃない、これ。さあ、意外と普通にできちゃうもんだね。こんな感じで。普通にうまそうじゃない？
確かに熱い、結構熱いんだね。麺、これ麺どうなの。おお、あ、普通にラーメンだけど、今これ6分やったんだけど、ちょっと麺が柔らかい。5分ぐらいでいいかも。あの麺の硬さ分数で変えればいいのかな多分。あ、でも5分だとどうなんだろう。待って、普通にうまい。卵どう、卵。え、卵もいい感じ。待って、固まりすぎず柔らかすぎずやね、これ。あ、あー、ちょっとほら、ちょっと半熟、ほら、ちょっと半熟。うまい、これ、やべえ。ネギもね、ちゃんと火が通ってる、これ。うん、あ、もやしってさ、ほらラーメン作る時にさ、麺と一緒に入れるとさ、ふにゃふにゃになっちゃうじゃんね。え、普通にシャキシャキだよ、これ。ほら、まずしなしなになってないよね、これ。すげえ、もやしがちゃんとシャキシャキしてる。恐るべし電子レンジ。はい、とっても美味しくいただいたんですが、俺なんかね、腑に落ちない、やっぱりこれね、絶対ね、普通の器でできると思う。ちょっとということで、普通のね、ラーメンの器に入れてやってみたいと思います。まあなんか、うどんを入れるような器だね。うどん入れるような器と、はい、こちらラーメンを入れるね、どこに出回る、もうベタな感じのラーメンの器だね。これね、俺ね、今ちょっとふと思った。じゃあラーメンを、これほら、わかる、ここ、下まで入らない、これ。こっちもほら、収まりきんないの、これ。ほらということは、多分水入れてもこいつがうまくなんか蒸されないっていうか、茹で上がらない気がする。え、そういうこと。これもう、これかっち、こっち完全アウトだね。ほら、もうこっちは完全アウト、これ完全アウト、これダメなパターン。でも水なみなみに入れないけど、水なみなみすると味が薄くなっちゃうね。毛じゃないよ、味だよ。ダメだこれ、多分ね、ダメだね、あれだからできるんだね。ということで、皆さんもよかったら、こちらのレンジで楽チン野菜ラーメン、どこ、これパックスタッフって書いてるよ、なんか恵比寿パックスタッフレンジで楽チン野菜ラーメン、ぜひちょっと買ってみてください。どこで買えるんだろう、これ。俺電気屋で買ったけど、どうだろう、一回見てみてください。では皆さん、さようなら。